次級の守護者。アテナの首を取るべくサンクチュアリを進むサガたちは、スペクターと壮絶な相打ちを遂げたアルデバランの横を通り抜け、金融宮を抜けて第三の宮、掃除宮にたどり着いた。かつての主サガが姿を消して以来、長らく無人となっていたはずの掃除宮。そこでサガたちは謎のセイントに行く手を阻まれる。ジェミニのゴールドクロスをまとうセイントの正体に気づいたサガは、カミウとシュラを先に行かせて1対1で対峙するのだった。神の罰を受け、とっくに死んだかと思っていた。神の罰を受けたのはお前の方ではないのサガ。アテナを殺し、サンクチュアリを乗っ取るという大世界の者に敗れた男は、天罰を自ら死を選ぶに至ったが、それが今までこうしてハーデスの倉庫とスペクターの先陣に立ってアテナの命を狙いにやってくる。サガ、やはりお前という男は真の悪そのものだった。黙れ、その悪をこの私に植え付けたのはどこのどいつだ。しかもお前はかつてこのサガをアテナ、死ぬほど憎み続けていた男のはず。そのお前がなぜジェミニのゴールドクロスをまとい、この掃除機を守っている。一体誰の許しを得たのか。マスクを取って答えよ、我が弟カノン。もちろん悪魔のお許しを得たのだ。バカ、アテナが悪行の限りを尽くしたお前など今さら許すと思うか。アテナはスニオン岬の岩の上、そしてポセイドンの回転神殿で大いなる愛を見せてくださった。心の中の悪を全て洗い流し、この罪深い彼女もお許しになられたのだ。これからはアテナのため、正義のため戦い抜くぞ。邪悪の輩はこの掃除機から先のこと一歩も通さぬ。覚悟しよ、サガよ。やはりお前という男は真の悪そのものだったのだ。バカめ、そんなまやかしがこのサガに通用するか。ラウンド1ファイト。アテナを取れ、カノン。掃除機は絶対に倒産。カノン、あいつキララ修正神だ。このサガが探してくれる。行くぞカノン。今さらお前がジェミニのセイントとしてアテナに修正を受けたのと、私は千番気が済むまで笑うだろう。私は悪魔のため、正義のためだ。こんな戦いでくのみ。カンナ、あらがきで赤め。消し止め。俺に致命にかけても KO。
ラウンド2ファイト。アナザーディレクション。カンナアナザーディメンション。アナザーディメンション。カンナアナザーディメンション。お前のところは悪一色に染まっていて、決して拭うことなどできはしない。それは私が一番よく知っているから。アナザーディメンション。私は生まれたのか。さらにアナザーディメンション。お前は私を倒せるのだ。決しての。わかったぞ。今カノンがどこにいるのか。おのれカノン、次元でさまよう。お前でもこの佐賀の真似をしてかすつもりか。佐賀の前ではいつまでも通用せん。佐賀、カーナ、お前に罰を与えてやる。ヘイヨウィナー、アテナを裏切った罪は重い。サガ、この程度本気を出すまでもないのだ。カノン、お前がいる場所が分かったぞ。この一撃を食らえ。ああ幻影が消えた。ここからコスモを飛ばしたくらいでやられる男ではないだろうがな。それにしてもあいつが、あの弟が私に代わってこの掃除機を守ろうとしてくれたと、まさかまさか夢にも思わなかったぞ。だがお前が本当に悪の心を捨て去り純粋に正義に目覚めたかどうか、真に問われるのはこれからだ。それは全てお前の行動で示してもらうぞ。カノン。